俳優、間宮祥太朗、28、が13日、今月スタートした、フジテレビ系昼の情報番組、ポップアップで、仲の良い俳優、矢本悠馬、31、に対して、ラブラブ発言を繰り返した。事前に番組のインタビューに答えた矢本によると、人は77日間連続で会っていたというほどの仲の良さ。矢本は基本何でもこなすが、ダンスが全くできない。甘えん坊で寂しがり屋。寝ていると目が開いていると、普段の間宮の様子を明かした。これに対し間宮は、1、人の時間はいらない。矢本と一緒に寝たこともあると、衝撃告白。スタジオは、騒然となり、おぎやはぎ、小木弘明からは、彼女ができたら、束縛するタイプだろうと追求された。これにも、束縛しないけど、一緒に、ずっといられると平然と話した。好きな女性のタイプについて、いろんな場所や物事を積極的に楽しむ人がいいと主張する間宮だが、本は、年上の女性ときつい顔の女性がタイプだと思いますと、第一印象で決めていることが多いと暴露。これに、間宮は、自分では、一目惚れはそこまでない、と慌てて反論した。間宮主演の新ドラマ、ナンバー MG5、フジ、テレビ系が13日午後10時からスタートする。ヤンキーの一家に生まれるも、普通の高校生になりたいと思え、異家族に内緒で健全な高校に入学する、青春学園ドラマだ。人気漫画の実写ドラマ化にファンも期待の声を寄せている。